はいどうもアキです。竹見中田降臨、パンドラパーティーで回っていきます。まあ、キー闇なしでね、なぜパンドラで回ると思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、なんだかんだ早いぜパンドラっていうところをお見せしたいなと思います。はい、でまあ半蔵で無駄に消しすぎないようにね。 OK、 はい。でまあ一応スキルダメしますか。スキルダメというかまあ回復を残す。もういいか。さすがにもうちょっとやろうか。回復を残す。もういいか。はい、行きます。ストップ。一番高速周回できるのがもしかしたらパンドラなのかもしれないですね。このダンジョン。はい。グッバイ。で、次なんですけど。はい、ここはですね。ここは、どうしようかな。まあ、何で突破してもいいんですよ。半蔵で、もう一回半蔵使いますかね。ああ、半蔵使うって言っといて火消しちゃうやつで、出た火消すやつ。で出た火消すやつ。で出た火消えるやつ。てか普通に8個あればいいんすよ。紐8個ありゃいいんすよ。はい。はい、で暗闇行きまーす。まあ火と水はねいらないんで消しちゃいましょう。はい、でここはペルセポネで突破します。これあれだな、慣れたら絶対一番早いな、これで回るのが。ちょっとでも慣れというかなんかある程度のなんか必要ですね、勘が。でもう半蔵ため直して終わりだよね。肝臓が溜まり直したら終わり。はい、肝臓が溜まり直したら白肝臓で、終わり。おお、めっちゃ早いな。かつ砲撃にも対応できるしね、パンドラパだと。ということで皆さんどうでしたか。パンドラパでも回れますということで、まあ何でも回れるんだな。ということでした。アディオス。